にちは。今回は、スクイーズの紹介をやっていきたいと思います。イエイ。はい、お久しぶりの動画となりましたが、この間コメントをしてくださってる方がいて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、そのコメントを返そうと思ったんですけど、ちょっと返せない風になってしまって、本当に申し訳ないですね。はい、ちょっと返せるように、ちょっと今ちょっとだけパソコンおかしくなっちゃって、なのですぐに鳴らして、その方には、はい、コメントを、はい、返したいと思います。本当にありがとうございます。はい、で、はい、こんな感じの今回スクイーズの紹介なんですけど、その前に2つだけ購入品があるので、そちらの紹介をやっていきたいと思います。こちらのですね、はい、こちらのガムを2つ買ったんですけど、ガムはなんていうんですかね、そんな好きじゃないんですけど、これ2つ買えば、はい、こちらのキスマイのクリアファイルがもらえるということで買いました。裏はこんな感じなんですけど、すごくおしゃれで、これ新しい曲の、はい、何度もありませんでした。はい、新しい曲のキスダムシのなんか服と似てるなと思ったら全然違いましたね。本当にすいません。で、こちらのアップルとピーチを買ってきました。はい、では早速紹介をやっていきたいと思います。まず手作りの方から紹介をしていきたいと思います。まずこちらですね。これは、はい、本当に簡単な感じなんですけど、ガラス絵の具で作ったものです。はい、ちょっと見えづらいと思うんですけど、はい、すいません、これ紹介したもの履けちゃいますね、すいません。で、次にこちらのカステラです。はい、こちらはすごく昨日作ったばっかりなんですけど、弾力があって作ってよかったなって感じなんですけど、はい、こちらの上をこういう風に作ったんですけど、これ縦の弾力も結構あるんですけど、横の弾力が本当に柔らかくて、縦がだいたいこんな感じで、縦も結構弾力あるんですけど、はい、横にするとすごく柔らかいんですよ。感じで横はすごく柔らかいです。はい、これ作り方簡単なので、はい、リクエストに答えられます。で、次にこちらですね。はい、キティちゃんの小麦スクイーズなんですけど、キティちゃんの顔書いてあるのになぜかわからないけど、この後ろの包んであるやつが、はい、前布ですね。で、後ろはこんな感じになってます。で、次にこちらのミニの、あ、ここからはもう手作りじゃないです。あ、すいません、手作り2つだけありました。こちらに小麦のやつですね。すごいこれは気持ちいいし、簡単で簡単に作れるので、皆さんもぜひやってみてください。はい、それでは早速手作りじゃないものを紹介していきます。まずこちらです。はい、こちらはね、柔らかいですよね。めっちゃ素材が気持ちいいんですよ、こんな感じで。で、これ昔は100均でも売ってたんですけど、今は売ってないような気するんですね、私が見る限り。で、これが入れてあるので、これ結構弾力あります。次にこちらが、結構固めなんですけど、すごく状態が綺麗なんですけど、硬いですね。で、次こちらなんですけど、食パンです。すごく気持ちいいです。これはガチャガチャでやったんですけど、何のキャラクターかわからないですね。はい、で、次にこちらのクロワッサンじゃなくてバターロールですね。結構だからかなり柔らかいんですね。裏はこんな感じになんかやってます。で、こっちがまだ未開封のものなので、まあ一回開けて包んだんですけど、備えっていうか、はい、色落ちもしてないし、状態がいいものなんですけど、こっちのものは色が剥げちゃったんですよ。はい、で、これ300円なので結構質もいいと思います。次にこのアンパンマンボールのコキンちゃんです。はい、これ結構柔らかいですね、気持ちいいです。で、次にこちらの100均で売ってる
たんですけど、めっちゃ音いいんですよ。でも袋に入れちゃってるので全くわからないんですけど、色も綺麗だし状態もいいので、はい、一番柔らかいものを選んできたので、はい、いいと思います。はい、で次にこちらのどうだったんですけど、音いいんですけど、ちょっとわかりますかね。はい、こんな感じのかじりかけっていう風になってます。これ昔このドーナツの種類はなんか駄菓子屋で売ってていっぱい持ってたんですけど、ちょっともうなんか今探してもないですね。はい、どこにしまったんだかって感じなんですけど、であとはこちらの100均のこの顔のやつなんですけど、この顔の種類のこの顔の人たちのやつ柔らかいですよね。ほんとプニプニしてて気持ちいいです。でこれが100円で、これが380円ぐらいしたんですけど、これ結構弾力がすごくて、こんな感じでめっちゃ柔らかいんですよ。今ちょっと分かりづらいと思うんですけど、こんな感じです。で次にこちらです。はい、キティちゃんだったんですけど、柔らかくてなんかプニプニしますね、特に。すごくこれビッグサイズなのでいいかなと思います。はい、メロンパンに、このメロンパンに比べるとこんなに違うんですよ。びっくりですね。はい、であとは3宝石なんですけど、こちらのアイスクリームのやつです。はい、こんな感じで柔らかいので気持ちいいですね。はい、で次に4目3宝石のデニッシュです。こんな感じで柔らかくて気持ちいいです。まあ素材もいいんですけど、臭いんですね。なんか匂いが特殊な匂いするので、ちょっとそこは残念です。それでは最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。今紹介したものの中で、はい、まあトレがしたいとか、まあできないものもあるんですけど、トレしたいとか、あとは手作りのものの紹介をしてください、紹介してほしいという、はい、なんかリクエストがあれば全然紹介するので、はい、言ってください。そして高評価とかコメントにリクエストとかも募集していますので、よろしくお願いします。最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。バイバーイ。